こんばんは、まさ46494です。今回は、星のドラゴンクエストの、あれですね、星見ると、倒すまで、レベルアップしちゃうぞ、動画の続きです。強っ。まあ、今回、今、なんつうの、レベルアップするために入ってるんだけど、メタルの扉逃げるか。この後に行きたいかなと、ちょっとアイテムとかもね、考えていこうかなと思っています。あの万能薬を荷物の中に入れようかなと。あの呪いに関して、回復しながら行かないとダメなんだなっていう、なんとなく思って。そこと、まあ、あとは強いフレンドと一緒に行ってっていう感じかな。で3回は倒せるから、ある程度この間のやつで把握できたから倒せるという。問題はラストここなんだよね。ワンマグスリでなんとかなるかどうかちょっと確認していきたいと思います。というか、あれなのかな？倒しちゃった。テヘペロってなる可能性もなきにしもあらずなので。まあ、とりあえず行ってみましょう。まあ、あと3日弱しかないので、クリアしたいかなと。万能薬って呪いさ、治せるよね。万能薬なんだから。結構そこが結構重要で。あとは、あの、いつも言ってる、レベル80ぐらいの、あと見て、この辺だよね。海賊ってどう？海賊ってどう？海賊使ってくれないかな。90は何で武道家なんだよ。配信率はすげえ高そうだけどな。この人選びで結構時間かかってしまう。魔物マスターね。微妙なアウトローの職業が結構な。海賊や先です。賢者レベル70。じゃあ賢者か。何情報持ってるの？で、このアモール本日を万能薬。万能薬って何個持ってくるんだ？ 5 個か。世界一の特約数。万能薬って呪い消せるよね。まずそっからだよね。万能だからいけるよね、多分。あ、危ねえ、ドフトマスだった。呪いじゃなかった。危ねえ。呪いはどれだ？あ、超万能薬です。あ、ダメだ。呪いはない。おかしな薬ってなんだよ。月の日の手巻きか。あ、呪いないのもしかして。呪いは絶対違うね。もしかして呪いってやつない？そんなことないよね。世界史の質か。
あ、でも世界中に沈むってことか。呪いは仕方ないので、これ生きてみようと思います。食べ物か。レシピ上げてきて。さあ、行きましょうか。ここで終わったらいいな。まあ、パイプ系2人いるし。とりあえず、ユーナは回復。長期戦の戦いをご勘弁ください。シャンティーなが、よし、危ない。さあ、次ですね。一気に型をつけたいです。超力かないか。ドン。からの、す、ミスかよ。ドン。からの、す。このタイミングで使って、これワンチャンあるんじゃないかな。結構ワンチャンあるよね。ワンチャンあると思うんだよね。
サラノートやん。青から青に変わるってよくわかんねえ。ワンチャン案件だと思うんだけどな。これうわなる、あ、見え、いろんな国二人かよ。このこまめに回復していくスタイル。ざけんなよ、マジでかよ。バー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 、世界中2発目、よし。世界中の雫やべえ、つで来た。結構ワンチャンあるんじゃないかな。結構ワンチャン案件でしょ。暗殺落としてどれぐらいだな。もう一発で世界中の棺がある。待って、激怒、ちょっと待って、激怒が怖い。何？ちょっと、もう、ふざけんなよ。よし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 。ワンチャン案件、ワンチャン案件。落ち着いていこう。ユーナ狙わないで。おお。お。お、来た。来たこれ。来たん、来た。イエス。勝った。世界中の雫が強いねっていう話でね、今ね。勝った。世界中の雫強、はい、ということで星見る動画のレベル50こんな感じでクリアできますよっていう感じでした。やっと終わりました。結構長旅だったけどね。はい、どうもありがとうございます。全部クリアしたぞ、ありがとう。え、ちょっと、どういうこと？ん？え、何？え、意味わかんない。50回らしい。さらなる上があるってどういうこと？ここは50回で終わりってこと？あ、ここか。星見ると裏。え？
え、マジで言ってんの。はい、ということで、星見るとの50回までは終わりました。だけど、星見るとの裏側らしく出てきたので、また引き続きやりたいと思います。なんだそうだ。マジで言ってんの。はい、ということで、まあ、多分全部クリアするのはちょっと時間的にちょっと難しいので、まあ、ちょくちょくやっていきたいと思います。まあ、また多分来ると思うからね、イベント的には。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。